で運んでいきます。前に小林優がいる、ワイド、エウシーニョスペースに戻してきた、コントロールから右足、ハットトリック。入ってくる場所もそうですし、コントロールしてからシュートもパーフェクトですよね、はい、今度は右足ですから0対4です。リードを広げますフロンターレ。下がりますよね、ボールサイドが下がるわけなので、じゃあ誰が戻ってくるかといったらボランチなんですよね、まあ、ここを今中村と阿部が狙ってるわけですよね、はい、でそこの切り替えが遅い。